薗浦健太郎です。議席というもの、議員バッジというものは皆様からお預かりをしているものです。議席というのは手段であって目的ではありません。目的はあくまで仕事をすることです。コロナの克服、そして持続可能な社会。議員というのは先輩たち、先祖たちが作ってきてくれたこの素晴らしい日本を少しでも良くして、子や孫の世代、そしてその先の世代に引き継いで、昨日より今日、今日より明日、社会を良くしていく。歴史の中でこの一部分を担う、後世の審判に頼る仕事をすることこそが国会議員の仕事であると思っています。